今回は、パターレッスンをしていきたいと思います。サザンヤードカントリークラブの中森貴明くんに、お手伝いしてもらうのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ一発打ってみてください。はい。ちょっとヘッドアップしてるの自覚ある？ちょっとしてるとは思うんですけど、なんか直し方が、直し方とか意識した方がいいところ、ちょっと左目で見るイメージの方がいいんじゃない？左目ですか？気持ちちょっとさ、左目で見て、こう傾けるってことですか？傾けてもいい、全然。傾けての方が上がりにくくない？ちょっと遅れへん、こう上がれる、上がるのが、はい、全然さっきよりは、顔をちょっとこう傾けても、いいと思うよ。僕自身試合中でもやるから、それは、まあ顔が上がりにくくなるし、アマチュアの人は大体やっぱこうやって先ボールを追っちゃってヘッドアップしちゃうから、スライスラインとかでも結構球がよれてったりするっていうのがあるから、それをしっかり、まあ傾けてでもいいから顔を残してあげるっていうのがすごい大事かなと。それぐらいやっぱ顔が残るっていうのは大事かな。アマチュアとかプロとか関係なく、みんな大事なのかなとは思いますね。左目を意識して、ちょっと傾いてもいいんで、左目をしっかり、左目でボール見てあげる感じで打ってあげれば、ヘッドアップってしにくいんで、まあ一度やってみてください。